はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パズドラ Z やっていきたいと思います。で、前回のね、続きからやっていこうと思うんですけど、アバロンエリア行きますか？行きますか？ちょっとしゃっくりがね、やばい。じゃあ行こう。レッツゴー。で、前回ね、ゲットしたエッグをね、ちょっとまず解析していこうと思うんだけど、じゃあ行こうか。さあ、何のモンスターがもらえるかな？おぉ。何これ？あ、やばい。樹海獄タウロスデーモン。で、一応これだね、アニマルタイプか。まあ、正直そんないらないかな。やばい。しゃっくりがやばい。まあ、行くか。さあ、やりますか。エイミンの墓地、やっていこうか。回復なしダンジョン。回復なしダンジョンか。ステージ1、名もなき墓場。これ行こう。パーティーはこれで行きたいと思います。さて、やっていこう。まずは可愛い。まあ、4人組か。うわー、いけたな、もっと。まあまあまあ、まあ大丈夫、大丈夫。ん？ちょっと待てよ。あれ？ちょっと待って、しっかりやってっか。まあ一応クリア。オッケー。で、龍石のところ来て、同時に午後まず消そうか。で、コンボ、あ、やばい。コンボが6か。オッケー。まあ正直コンボは全然いける。ナイス、龍石。さあ、ボス戦。おお、ウルフか。かっこいいね、これは。ドラゴンズロア使います。で、バーサーク使うか。さあ、やっていこう。おお、いいね。これ結構多分いったね。やばい。強い。ナイス。てか、しゃっくり止まったな。クリア。で、ステージ2、無念塚。いきます。さあ、やっていきますか。さっきのボスがまた出てくる。まあ、コンボをどんどん増やしていきたいな。5コンボか。多分これ倒せないね。でもね、やっぱ硬いよね、さすがに。まあいいね。多分これいけたんじゃないかな。うお、いかないか。さすがに HP 高いね。ハウルってなんだっけ？ああ、オッケーオッケー。あ、だけど、そんなに？ま、これで十分だな。うん、十分すぎて、どんどんコンボが。いらないときに。10コンボね。まあ、落とさないよね、さすがに。で、まあ、また龍石。水を同時に5個消して、これで結構いける？どう？多分同時にナイス。てか普通に思ったんだけどさ、どうやってしゃっくりってなるんだろうね。なんかさっき本当にしゃっくりになってて結構止まらなかったんだよね。多分30分か1時間ぐらい。なんでなるんだろうね、しゃっくりって。なんだろう、その、冷えるからかな。どうなんだろう。で、それは関係ないか。夏にもまあ、しゃっくりになるときはなるのか。ボス戦。おお、真ん中のモンスターいいね。ドラゴンズロア。バーサーク。まあ、やっていきますか。
いやーなんかもっとコンボできたな。いやー4コンボだけ。まあいいね、倒せた。ジージークリア。もうボス戦かも。ステージ3の断罪の霊病なのか。さあやっていきますか。であとね、すごいどうでもいいのかわかんないんだけど、そのあのツイッターのねトレンドになんか遠藤っていうのがあってて、遠藤なんだったか、遠藤春かな。だから稲妻イレブンが新作出るらしいね。まあ、今年か来年に。めっちゃ楽しみだな。で、すごく楽しみでさ、まあ、すごく、まあ、一応普通に稲妻イレブンは好きだから、発売したら買いたいけど、その、なんだろうね、最近結構昔のゲームやってて、で、稲妻イレブンもね、なんか普通にやってみたいんだよね。今度ね。だからまあ、今度ね、稲妻イレブン1から全部やりたいね。1、2、3。で、その後5もやって。で、稲妻イレブン5をクロノストーンとかなかったっけ？結構ね、シリーズが多いんだよね。だから、ちょっとまあ、やるのは楽しみ。で、あと、その最新作が、全キャラ集合するらしくて、それがすごい。で、ボス戦ね。セントラルドグマ9。来たか、アンドリュー。来たぞ。セントラルドグマ？そう。私はセントラルドグマのエトスだ。さあ、対戦やっていきますか。てか、なんかスキルあんま溜まってないね。バーサーク使うか。ドラゴンズロアもいいんだけど、その全体攻撃ね。けど、ちょっと 1.5 倍はさすがにね、めちゃくちゃいいなって思って。じゃあ、やっていこうか。ちょっと待って。うわ、最悪。あ、まあ、まあまあまあ、まだ大丈夫だ。最悪ではないな。ここで決めた。よーし、まあ5コンボだけど、これは全体攻撃。ナイス、いけた。で、落とすか。なんだろう。バッキーのエッグ。ま、クリア。そんなバカな。で、次のダンジョンが、一応まあ、できたという感じか。で、最後にね、ちょっと気になったのがさ、あの街中に結構クエストが多いんだよね。こういうのって何？なんだろう。元気が一番、健康が一番じゃ。B ボタンでダッシュしとるのか？元気じゃのう。わしは不健康なんじゃ。腰の調子が悪いんじゃ。ロベルトブートキャンプをちょっとやっただけで、腰がグッキグキなのじゃ。養老荘中薬草が二来平原に生えとるらしいんじゃ。養老荘をすりつぶして腰に塗れば、ロベルト高さ、ロベルト高さ5並みの腰になるらしいんじゃ。てか、すごい癖強いな。この系も思ったけど。二来平原に養老荘を取りに行ってもらえんかの。あ、そういうことか。こういう感じのクエストね。まあ、他にもね、クエストがあるんだけど、これは何だろうね。モテカワアイテムのシルバーのネックレスをつけていこう。あー、そういうことね。シルバーのネックレスを取ってきてよ。氷点回廊にあるわ。あー、そういうことね。ってことは、そのモンスターとかを見せるんじゃなくて、ただ単にクエストやってクリアしたら戻ってきてクリアっていうことか。あー。まあ、ってことで一応じゃあ今回はね、ここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで。Boy.